アメリカ空軍の言うマイナスに偵察機は、適正地域などの状況を把握するために偵察など、情報収集を行う、軍用機の一つ。基本的に軍隊で軍用機として運用されることが大半だが、中には情報機関や準軍事組織が運用するものもある。偵察機は、軍用機の種類の中では最も古参であり、史上初めて本格的に、軍事転用された。 航空機として第一次世界大戦に登場した。戦闘機や爆撃機は偵察機から事実上派生したものであり、以降偵察機は軍用機の歴史と共にあった。2000年代の時点で偵察機の種類としては空中写真や映像撮影による偵察を行う旧来の写真偵察機が主であるが、この他に電波防止を行う電子偵察機などもある。また、 戦略的偵察任務に主に用いられるものを戦略偵察機、戦術的偵察任務に主に用いられるものは戦術偵察機と区分指標される。冷戦機に新たに偵察衛星技術が米ソで開発され、21世紀を迎えた現在は後、大国以外にも打ち上げ技術を持つイ、イスラエル、印などがその技術を獲得している。しかし衛星偵察システムを 継続的に運用できるのは宇宙技術先進国のみであり、それ以外の国は依然として航空偵察のみに依存せざるを得ずその需要は未だ根強い。また、偵察衛星運用国の間でも偵察対象の長時間連続監視、核実験監視などサンプリング採集が必要な偵察、巨大な電子装備の搭載が必要な偵察などには依然として 航空偵察が有力な方法である。反面、当然ながら補足、攻撃、撃墜される危険性は高くなるため、戦略偵察機は、防空ミサイルを振り切るために航空を飛行することと、同時に長大な航続距離が求められ、戦術偵察機も、偵察対象国の防空システムが破壊され、機能しない状態や、 航空優勢が確保された状態であることが必須ではないが、ある程度求められる。偵察機には、計画段階から偵察機として開発されたものの他に、元は他の軍用機や民間機であったものを改造し、偵察機に転用したもの、他の軍用機に偵察ポットを外部装備して偵察任務を行わせるものがある。偵察機はその任務特性から、連絡機、観測機、 小海機、電子戦機、コイン機、軽攻撃機、軽爆撃機などとも重複する場合もある。アメリカ空軍の無人偵察機、RQ-4 グローバルホークなお現在では、機体に登場し、操縦や偵察を行う乗員を要しない、無人偵察機が注目を浴び、アメリカ軍やイギリス軍を筆頭に、積極的に利用されるようになっている。無人偵察機は、 乗員スペースを必要としないために、機体の大幅な小型化が可能で、これはレーダーに探知されにくくなる。また、乗員の疲労を考慮しなくても良いためより長時間の偵察が可能であると同時に、悲劇追などによる戦死、戦傷、捕虜も防ぐことができる。従来の有人偵察機はこれら小型無人偵察機の母機として使用されることもある。年。 フランスにて偵察機として使用されている気球空中より周辺を監視することによる軍事上のメリットは明らかである。そのため人類初の実用的空中飛行機材である気球が開発されて間もない18世紀末にはすでにフランスで偵察や観測目的としての使用が開始されている。実験的、冒険的な機とを除けば 航空機の最初の用途は偵察だと言って間違いない。初期の航空機は移動や遊覧に乗用するには危険と不確実性が高すぎるものであったが、軍用偵察の用途ではその高いリスクに見合う成果を提供できた。19世紀中頃に行われた南北戦争においても偵察用に水素気球が用いられている。以降、気球は列強各国軍において偵察及び、 砲兵の野戦砲の着弾観測用として主に運用され、これは後の航空部隊の原点であった。日本軍においても明治時代最初期から気球の研究は行われており、1904年に開戦した日露戦争では同年に編成された臨時気球隊が旅順後為戦などに実戦投入されている。日本では陸軍の衛星兵だった。 二宮中八が日露戦争時に偵察機として利用できるとして飛行機の研究に予算を軍からもらいたい旨を長岡外資や大島義正に上進したが共に会議であったことから二宮は退役して自力開発を目指すも資金難で開発が遅れライト兄弟に先を越されてしまった長岡は後に二宮に謝罪し初代の臨時軍用気球研究会の会長を 兼務するなど普及に努め、日本軍の航空分野の早々期に貢献した。研究会会長には、陸軍次官である石本新読が予定されていたが、石本は飛行機に会議的で辞退しているなど、当時は偵察機の価値は理解されていなかった。早々期の偵察機、フランスの MF-11 偵察、観測用気球の転換機として、20世紀初頭、 1914年に開戦した第一次世界大戦では気球に変わって飛行機も使われるようになった。当時の飛行機は誕生間もない実機であったが、その飛行機の初の実用任務が軍用機としての偵察機であった。登場当初は戦闘商法などの書類を輸送する郵便機を兼任していたが、非武装であったため、敵同士のパイロットが互いに手を触れ合うような、 勃加的光景も見られた。やがて互いの偵察行動を妨害するため拳銃で敵機を攻撃する状況になり、さらに機関銃を搭載した戦闘機が派生した。また偵察のついでに敵地に手榴弾や砲弾を改造した手製爆弾、レンガなどの重量物を落とすことも行われ、さらに本格的な航空爆弾や防御用、旋回機関銃を搭載するなど、これは、 爆撃機の誕生となった。第一次大戦中後期には発達、進化したこれら軍用機により、激しい航空戦が行われた。また、航空母艦や艦載機、水蒸気が実用化されると、海戦においても、偵察機の役割は重要になった。敵を発見するのに、目視以外に、手段のない時代において、陸上であれば駐留する監視要員からの通報によって、 敵の来襲を告げることができるが、何もない海上の敵を探るには偵察以外に手段はない。従来の巡洋艦などの艦艇や船舶による偵察に比べて航空機による優位は明らかであった。艦上機タイプは艦上偵察機、水上機タイプは水上偵察機として区別される。ここから潜水艦を捜索する哨戒機が派生した。 世界初の本格的な戦略偵察機、日本陸軍の百式司令部偵察機3型港第1次、大戦後の戦艦機には、偵察機の需要はさらに高まり多くの偵察機が各国で開発され、さらに第2次世界大戦では開発、生産、運用ともにそのピークを迎えた。これらは主に戦闘機や爆撃機など多機種の流用であるが、 日本は偵察専用機の開発に熱心であった。大日本帝国陸軍では、従来の偵察機と異なる操縦士官や自衛武装を犠牲にし、高速性を最重視した新コンセプトの偵察機の開発が陸軍航空技術研究所のテストパイロットである、藤田雄造陸軍航空兵隊員や三菱重工業の技師らの提案や働きかけにより、1935年から、 始まり試作機は翌1936年に初飛行した。本機は戦略的運用をメインとする司令部偵察機という新しいカテゴリーが当てられ、1937年に97式司令部偵察機として正式採用された。これが事実上の世界初の戦略偵察機である。97つかささだは日中戦争やのモンハン事件で前線を越えて、 敵地部各まで侵入し戦略偵察に活躍した。その活躍に刺激された日本陸軍は、航続機として、さらに航続性、高高度性、長距離性など戦略偵察に特化した新塚笹田を開発、1940年に100、式司令部偵察機として採用した。100式、塚笹田は、当時の列強各国の偵察機は元より戦闘機をも、 凌駕する高性能を誇っており、また K1742 機と純粋な戦略偵察機としては世界的にも異例の大量生産が行われ、太平洋戦争開戦前から第二次世界大戦終戦に至るまで、ほぼ全ての戦線で日本軍の重要な主力戦略偵察機として運用、活躍した。ロシア航空宇宙軍のミグ -25RBS。25 第二次大戦中に発明されたレーダーは戦後普及し、冷戦に突入すると大規模で高度な早期警戒防空システムが完成し始める。これにより偵察機の運用が非常に困難になったが、新機種の開発は引き続き行われた。やはり戦闘機、戦闘爆撃機、爆撃機などを偵察機仕様に改造、転用することが一般的であったが、アメリカでは、 U-2A-12SR-71 と専人機を開発し、これらは急に本陸軍の司令部偵察機とコンセプトが類似する機体で戦略偵察に用いられた。戦時の偵察機としては、ベトナム戦争でアメリカ空軍の主力偵察機となった RF-101 が有名であるが、強行偵察という任務の過酷さゆえに損耗が激しかった。 旧ソ連のミグ -25 の偵察機型も中東の友好国に供与され、イスラエルなど敵対国に脅威視された。やがて偵察衛星が開発され、徐々に偵察機の任務を置き換えていったものの、そのセンサー技術は既存の偵察機用の機材にもフィードバックされ、現在は従来のフィルムカメラに代わってデジタルカメラが装備されるようになったほか、 合成開口レーダーによって天候に左右されない、撮影が可能になった。また、データリンクを使用して撮影した画像を、リアルタイムで中継できるようにもなった。上述の通り21世紀初頭現在も、偵察機は主要な軍用機として、世界各国で広く運用されている。アメリカでは A-12、SR-71 は退役したものの、U-2 は、 まだ現役である。また、R9-4 をはじめとする高高度無人、偵察機や R9-11 のような小型偵察機は、その機動性と運用コストの低さから、偵察衛星を補完する形で、その有用性を高めている。ありがとうございます。